後悔するぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。おっほう。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ようこそセガへ。この店ではバーチャファイターやぷよぷよがプレイできます。貴様に惚れるんじゃねえぜ。ぷよぷよ、いざ参ります。ちょっとやるか。
俺様に惚れるんじゃねえぜ。ぷよぷよ。教えて、ヒジ。誰に声をかけたらいい？あいつは、ヒジを配ってたやつだな。あ、これはどうも。どうでした、お客様。ヒジの使い心地、ご満足いただけました？面白いやつではあるがな。ヒジに、あいつ自身の消し方を聞いたら断られた。あれ、何かお気に召さなかったんですか？案外勝手な真似をされるんでな。万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いやでもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは、今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします、肘を入れ直しますか？ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか？はあ。何？ひったくり！お客様のスマホを！くそ、どうなってる。すみません。これはお返ししますから許してください。妙だな。え？お前なんで俺のスマホなんか狙ったんだ？なんでって言われましても。ひったくりに狙われるのは年寄りや女がほとんどだ。体力のない相手を狙うのがお前らのやり口だからな。それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのは何でだ？実は私の肘がそうしろと言ってきたんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい。お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのはヒジだった。え？多分俺のヒジとひったくりのヒジが連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。ヒジ、何か俺に言うことはねえのか？私は自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに危害を加えるつもりはなかった。ひったくりに
私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに消されずに済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社はなんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。桐生さん、それにひったくりのあなたも。申し訳ないが、肘を削除させてもらえますか。肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私そう思います。なあ、ヒジ。分かってる。私を消すので、キリュウさん。多分お前が生きるには、俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの。あなたも謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。記事のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、わかった。この町で配布された記事は、私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。してた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。私お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく書けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。
の絵、はるかちゃんには見せてあげたいな。ああ、俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとうおじさん。あ、もうこんな時間、早く帰らないとママが心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。ああ、任せておけ。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か。いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった。ちょっと待ってろ。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
時間食っちまった。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。食った食った。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確か、このすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。秋山か。あれ、桐生さん、久しぶりだな。いや、まあその、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし、なんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前なら遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。遥ちゃんは？朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、桐生さん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。
あいつら。一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリオさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。東女会元四代目会長、二つ名は堂島の理。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないもの。二人とも共に沈むがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ、そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしても
この隠れ家はもう使いません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか？ん？悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか？え？とにかく話は病院で。いいな。ああ、ちょっとキリュウさん。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。伊達さん。すみません、患者さんですか？いや、でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。
あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？この子が、はるかの、まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ、つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。そりゃ自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつから神室町に来てたのかもわかってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったな。ん？はるかが事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのはるかが、いつの間にか神室町に来て事故に遭った。訳が分からねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より、本当にこの事故は偶然なのか。遥が誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ、絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。
ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上界のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東上界も中国人と見りゃ仇だろうが、町から追い出しにかかっている。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東上界、西洋界以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して東上界に叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも東上界とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東上界への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃないか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察から
そんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん、あの帽子をかぶった男か。いつからいた？気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか、それともこの事故現場を見に来たか。どうする？こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんならまず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる？くそ、待て。逃げろ。じゃあの止まれ。逃げろ。なんであの場所で俺を見張ってた？見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです、四代目。お前東城会の人間か？ええ、東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家、ご無礼をお許しください。四代目、親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを東城会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか、ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。
いただけましたか。準備はできているのでどうぞ。ああ、しかしやり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。さあ座ってください。ライブチャットならこのサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。 おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さあ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかプリーズとか。チョリース、よくわからんがそれでいいんだな。チョ
リイスと。失敗したか。はい、チョリース。おお、向こうも乗ってきた。意外と好感触じゃないですか。なるほどな。こうやって会話するのがライブチャットなのか。その通り。さあ、この調子でガンガン盛り上がっていきますよ。たのしいぜっと。私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。初めはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。そうでしょ。ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは、え、他にも何かあるのか。それはですね、お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあ、ここからが本当の始まりですよ。もっと見せて。ワンダフォー。これは、お疲れ様でした。どうでした、ライブチャットは。楽しかったでしょ。なんというか充実した時間だったな。まあ、お前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会う時はチャットルームかもしれませんね。ではでは。ライブチャット恐るべし。
どうも、アンリです。今日はよろしくお願いしますね。いける。本当？嬉しい。ちょっと大人っぽいってよく言われるけど。いける。そう？じゃあ今日は楽しませてあげちゃおっかな。死なないでよ。変な人だね。でもそういう人好きだよ。あ、ちょっと胸がドキドキする。何度やってもね、最初はちょっと緊張しちゃうんだよね。そうだね、この辺かな。いける。これで喜んでもらえるなら。この後もっと喜ばせてあげるね。よし。すごいテンション高いね。すっごい可愛い人たち。なんかみんながすごく盛り上げてくれたから、少しその気になってきちゃったかな。よし。よし。じゃあちょっとだけ脱いじゃおっかな。みんな反応しすぎだよ。じゃあ行くよ。よし。行ける。行ける。どう？綺麗？ありがとう。まだまだ楽しませてあげるね。どう？興奮してきた？みんなが私を見て興奮してるのを見ると、それ想像しちゃうと私もすごいドキドキしてきちゃう。え？何が大きくなってきてるのかな。へえ、そうなんだ。そんなに大きくなってきてるの？ならもっともっと私にも見せて。みんながそんなに興奮してくれると私まで興奮してきちゃうな。なんか興奮して体がほてってきちゃった。
もっと脱いじゃおっかな。よし。じゃあ脱いじゃおうっと。せっかく脱ぐんだからよーく見ててね。よし。どう？もっと興奮してきた？最近体中が凝っちゃってね。誰か揉みほぐしてくれないかしら。本当？じゃあお願いしようかしら。よし。いい。いける。もっと強く。よし。最高よ。いける。乗せるのがお上手ね。本当に気持ちよくなってきちゃった。Get ready. We'll be right back.
Checkpoint. しばらく寝てろ。 初乗り料金 730 円になります。 かしこまりました。 それでは出発いたします。
にお目にかかります。四代目どうも。染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が殺にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね、お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて
護衛ですよ。四代目が神室町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は仇になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東条会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで東条会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥かの事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東条会が何かの理由で俺の身内に手出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。
徹夜で昇進なし、決めた目標を先延ばし、そんなあなたの心の闇に光を差し込む。伊達さんから聞いたわ、はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キリュウさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ、後で試してみる。それじゃ。ちょっと待てや、おっさん。お礼に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか、で、すぐ。なんだとこら、てめえ舐めてんのか。誰マジかよ、この親父信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。本当、なんでもないっす。そう。それじゃ、俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス？新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたものですぐ行きます。早くしろよ、
彼は岡田和親、金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？3000？ 驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれてジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この街は。ちょっといいですか？ん？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私この街のトラブル用 SNS を開設したんです。この街で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの街を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。桐生だ。桐生さんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで。これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。
ありがとうございました。伊達さんか。ああ、俺だ。今は病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった、すぐ向かう。それじゃな。いらっしゃいま。ありがとうございました。髪がないわい。どうした？それが髪がのうて困ってるんです。これがありゃのう。これがありゃのう。ほら、これでいいか。そう、これです。ありがとうのう。
たね。
間に合わなかったか。いらっしゃいましたね、桐生さん。それでは今回の食事評価ですが、そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが、桐生さん、食事もトレーニングも完璧ですね。これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。もしかして桐生さんですか？ん？うはー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グベベベ、ちょっとちょっと忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち、あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の佐江島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、佐江島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や西島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやー、しかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな、じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。いや、キリュウ、まてこら。あ、なんだ怖い。でも怖
これを乗り越えないと。よし、やや桐生さんじゃない、桐生、僕と、いや俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ、僕はね、ずっと桐生さんや冴島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああちょっとちょっと、帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。くー、いいもんいいもん。これならこっちから行きますよ。歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね、僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて、はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。わかりました、桐生さん。僕この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、えまだやるのか。もちろん、桐生さんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もし桐生さんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということでまたよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。なんだよ、やんのか。しばらく寝てろ。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか。かしこまりました。それでは出発いたします。
キリュウさん。秋山。ん？なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんから大筋は聞きました。遥香ちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それよりキリュウさん、遥香ちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。キリュウさんに一言挨拶したいって。沢村遥香さんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。遥香の子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥香の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺も遥香も施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。遥香も目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。キリュウさん、どちらへ？俺は遥香の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え？いや、キリュウさん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥香ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥香に万が一のことがあれば
この子は。何言ってんですか、桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には、ハルトは間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺には、この子がどこの施設に送られたのかも、決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れて行く。はるかが目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって、桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺ははるかちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな、秋山。行かせてくれ。考え直してください、桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリュウさん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ、秋山。
本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんな、だから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな、伊達さん。その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。落っことすなよ、そっとな、そっと。分かってるって、はあ、児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな、鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。ほらな、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな、そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだがやっぱり言わなきゃならねえよな。ん？遥のことだ。遥か。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろう。
遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは？何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん。これは遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ？この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、はるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまたカムロ町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まではるかに何があったのか、なんで今日カムロ町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。うん。広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。
まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。達さん、俺が東京を離れている間、はるかのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのはるかがあんな可愛い子を産むなんてよ、誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。はるか必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。ああ。